の道玄坂カフェ2015 7月日本酒オフ会サマメ、イエーイ。これ何て読むんだろうね、読み方わかんないよ。なえ、うん、何これ、なえ、やっぱな、何これ誰、苗っていう字でもないのかな。これでもリンの青夏苗農家屋かなって書いてある。農家屋、農家屋、農って農で変換出るでしょ。農家屋で出してみよう。あ、出た出た、お、お、あ、出たよ、うん、ね、これもなんか夏の純米酒って、今日は3本連続夏のって書いてありますね。色なんだ、リンの黒、リンの赤、リンの青、なんかこれね、リンの青って書いてある。リンの青、これか、うん、あ、それだ。でもラベルがね、ちょっと違うんだよね。でもこれ貼ってあるだけじゃないですか、うん、で一緒な気がする。米のと、あ、先に違うか、はい、うん、ありがとう、はい、はい、じゃあお付きしましょう。ありがとうございます。お気をつけて、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。なるほどね。あ、なんかすでにちょっと華やかな香りしませんか、はい、うん、あ、ほんとだ、うん、なんかついでてもう香りがした気がする、うん、全部香りが違うね、うん、これは香り結構強いな、うん、でもなんかさっきのよりちょっと爽やか系な香りのする、すっきり、すっきり、うん、いただきます。いただきます。何った辛口、これも美味しい、うん、さっきの方が甘さは強い、甘さ強い、うんうん、美味しい、水っぽい感じ、うん、結構ストレートにシャッてくる感じです、うん、あ、でも夏っと来る、夏だね、キリリとする、あ、キリリとする言葉合ってるから、うん、確かにな、農家よ、うん、全部美味しいな今日、うん、なんかこれ、これでいいのか、うん、多分それですね、うん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 、米の特徴を存分に十分に引き出した柔らかで膨らみのある味わい、富山か、うん、富山で育った酒米と伏流水が蔵の中で再会、生粋の富山ブランドのお酒です。ブルブルブル言ってるやつだ、ブブブね、ラベルがね、かっこいいんだよな、かっこいい、瓶の青、今日見た目が全部綺麗、そうね、おしゃれな感じがするな、見た目も味もいい、ほんとだ、富山県の若鶴酒造さんのお酒ですね、小山錦だって、うん、入れてくれてる酒屋さんがやっぱりいいの選んでるってことだな、うん、ありがたいですよね。本当にね、なかなか飲む機会のないのがいっぱい出てくるから。お酒をいただけるというね。だってトータルで30本ぐらいあるうちの5本だからね。うん、だからここで飲んで気に入ったやつが後で手に入るかって言われたら、なんかね、うん、見ない見ない。他のところでなかなか見れない。名前も覚えらんないけど私、ね。だから動画を見て後で。あ、そっかそっか。これいくつ出したの、うん、お前自分の動画見たことねえだろ。いや、そんなことないですよ、見てますよ、見てます見てます。日本酒のやつは結構なんかうるさくて何言ってるかわかんないから、あんまり見ない。まあそれは、うん、そうですね、まあ一緒にね、お店の方に人多いときやっぱこう、そうそうそう、こっちが頑張って声張らないとなかなか拾えなかったりはしますね、うんうん、店のせいか、それ違います。私の声だから、酔っ払ったテンションの声が自分で聞いててうるさいんですよ。あそれは、うーん、そう、あ、やっぱ酔っ払うと何言ってるか分からないし、このね、キリリ感のね、攻撃力の高さ、そう、なんか意外と結構ガツンときますよね、そう、スルッといくかと思ったらガツンとくる、うん、これはゆっくり飲むお酒かなっていう気がしますね、うん、でもやっぱり3本とも今のところまだ全然違うもんね、違いますね、みんな違ってみんないい、面白いなって思う、なんか本当に。でもだからやっぱそのさっきもちょろっと言ったんですけど、その日本酒のイベントだったりとか、ここでもだから1日に5本か特別編含んだ6本とか飲むじゃないですか、やっぱね、なんかどれがどの味だったかなかなか思い出せない、なんかその1日にいろんな種類を飲む機会がすごくて、
酔っ払ってるし、なんかちゃんと一個ずつ自分の中でなんかこうストックする術がないとあれなんだなって思う。だから動画見直せ。ねえ、まあ、見てるんだけど、なんか私が結局ね、自分がボキャブラリー少ないからなんか 見返しても、うん、あ、そうなんだと思って、うん、なるほどねみたいな、あ、そんな気もするわみたいな感じになっちゃう。うん、ゴムゴム言ってる。めっちゃ食べたい。食べてる。欲しい。難しくないですか、自分の感覚を言葉にするのって。まあ、難しい。難しい。うん、でも難しい。その飲んだ時はすごい美味しいって思っても酔っ払ってるからどんな感じだったかとか後で見ても覚えてないっていう。それをやっぱある程度分かるようにちゃんと動画の中で。うん、そう。なんかそれをやんなきゃいけないですね。そうですね。感想をしっかり、うん、言わないとな。君たちなんだかんだ言って表現者だから。そうですね。だから素人みたいなこと言ってる。そうですね。自分なりに頑張ってるけど、伝わってるっていうの伝わってます。もっと細かい表現を しないといけないな。あのね、後で見て見直して自分が分かんないんだから伝わってないんですよ。そうなんだ。確かに。確かに。だからソムリエさんとか、ね、なんかすごいんですよね。すごいね。だからアルバイト先はソムリエさんすごく、うん、結構いらっしゃって、うん、ワインの話とか聞くんですけど、うん、なんかね、表現の仕方が超多彩なんですよ。だからなんかそのじゃあ来月からそのメニュー新しくなるから、うん、ワインも新しくしましょうってなった時に、うん、じゃあどのワインを入れるかとか言って赤、うん、赤7本8本、白7本8本とか全部入れて、うんうん、でみんなでこうやってちょっとずつ飲み比べて、うんうん、あ、じゃあこれだったらこのお魚に合うねとか、うん、これだったらこうだねっていうのをすごく話し合う会みたいなのがたまにあるんですけど、うん、みんなすごいんですよ。もう香りの話から何か、うん、あ、じゃあ口に含んだ時のこれはこうで、後味はこうでみたいな。私、おー、そうっすねーみたいな。あー、お風呂風呂、あー、酔っぱちゃったわみたいな。これとこれ、あ、うわ、違うんですかみたいなぐらいになっちゃうからね。最悪やな。ねえ、そう。でもなんかみんなすごいって思うし、うん、自分でも勉強しようって思うんですけど、うん、でも目が覚めたら忘れてんだ。一回寝ちゃうとね。一回寝ちゃうとダメですね。そうね。普通ワインとかって、うん、重たいものっていうのがお肉に合うって印象なんだけど、うん、そうなのかな。重たい赤、もったりした赤が肉に合う。ただこれ決して重くないんだけど、うん、このお酒は私肉に合うと思う、うんうん、あの重いお肉、うん、厚切りとかね、うん、あの豚でもね、鶏でもね、うん、あの牛でもいいんだけど、うん、厚切りものと食べたい、うん、こってりもちょっとした油をスッと流してくれそうな人、うん、そうそうそう、うん、さっぱりする感じの。やっぱなんかお肉も、うん、超種類あるからね。って違うじゃないですか。牛でもどこを食べるとか、うん、どういう牛にするとか、うん、だって牛、鶏、うん、豚、うん、だって鳥って言っても鶏なのか鴨なのかとか、うんうんうん、あ、鴨合うと思う。癖のある感じの、うん、それにね、ちょうどね、合うと思う、うん、癖をね、消してくれるような、うんうん、あ、でもそれはあるかも。なんか結構これの強さっていうか、オリャって感じがするから、オリャって感じがね。なんかちょっとこってりじゃないけど、うん、なんかちょっと強めのなんか食べた時にお酒をも楽しみたいんだったら、うん、そのぐらいのっていう気はするけど、うん、分かんないね。難しいね。あのお肉だったら脂身の強いものがいいと思う、うんうん、さっぱりしそう、うん、さっぱりする。だからね、あのカルビとかでもいいと思う。カルビ、うん、なんかすごいカルビに合わせる、なんか贅沢ですね。贅沢だね。カルビにこれ合わせる贅沢だよね。カルビにこれ合わせたら贅沢ですね。なかなか ね、かお肉に関しても、うん、多分なんか私の舌があんまり肥えてないからなんだろうけど、うん、なんかお肉の種類すらもね、よくわかんない時ある。食べてこれ豚鶏みたいな。そこまで。そこすごいよ。あ、これ牛みたいな。あ、これカモみたいな。あ、ウサギみたいな。あ、これウサギ、あ、鳥、ウサギみたいな。ウサギを食べるシチュエーションってあんまりないけど。ラムはまだわかるかな。臭みっていうかちょっとあれがあるけど、なんかちょっとなんかあれじゃないですか。
安い鳥と安い豚って結構同じ味がする気がする。しないよ。どんだけ硬い豚か違うんだよ。なんか分かんないんですよね。なんか何食べてもお肉っていう。すごい呆れられた感じがする。はい。告知こ。告知こ。告知じゃあ7月26日に。はい。下町フェスティバルだったかな、うん、あのどうメガネ美人ファッションショーに出ます、うん、あと8月1日に和服ファッションショーに出ます、うん、はい、あと7月22日に多分ルイード K3 に出ます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アーティストっぽいな。でしょ、ぽい、ぽいってか、そうなんですよ。最近あんまり箱で歌わないんですけどね、野外ばっかりの。箱で歌わないんですよね。箱って言い方がさ、かっこいい、かっこいい。そうっすか。こしゃくらかしって。こしゃくらかし。みんな言いますよ。いやいや、役者系の人も言うよね。言う言う箱が絶対うるさいな。しょうがないじゃないですか。箱でね。箱で大きい箱じゃないからとか私大きい箱じゃないと言うけど言うけどおいはい、あこれいつぐらいでしたっけ。これは10日後ぐらいかな。そう、私その土下座カフェさんでまた新しくその鴨志田めぐみの舞台討論っていう番組をやらせていただいておりまして、23日でしたっけかなんかに新しいのまたやるのでぜひぜひあのチェックしてください。ツイッターブログもねちょこちょこやってたりとかしてるのでぜひそっちの方もチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。ちょっと今の思いつきだけど、はい、そこに関連した役者さんがゲストで来てくれるんだったら呼べばいいんじゃない。あー呼んでいい、あ呼びたい、ね、うん、行ってもしも声かけて仲良くしてくれたんだったら、うん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 、もしよかったら来てくれませんかって言って、うん、ワンドリンクかかりますけどってそれはね、私がこう、うん、抑えてやる可能性もあるでもなんか、うん、ねその舞台を見て気に入ったやつさんが本当に遊びに来てくれるんだったら、あーめっちゃ楽しいですね。私がすごい楽しい、まあその辺はまた何かあったらぜひ、なんかもしかしたら私が見に行った舞台で唐突に声をかけられるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。はい、7月30日にこちらの道玄坂カフェさんと道玄坂 TV で福山ねねこのポチャンネルという番組をやらせていただきます。おまけがつくかもしれません、はい、お昼間の鬼畜な時間ですが、ぜひぜひ直接応援に来られる方いらしてください。あと9月の6日に蒲田でやるんですけれども、コスロムコレクションというロム写真集中心のイベントに出させていただきます。こちらツイッターなので随時あの告知させていただきますので、ブログも頑張ります。よろしくお願いいたします。コスロムってさ、うん、あのコスがついてるからコスプレなんかやるってこと。あ、コスプレやります、うん、どんなコスプレするの。次はまだ作る水着やらないもう人類の平和のためにそれにはなりません今度はですね、ちょっと昭和初期をイメージした、うん、ちょっと残酷物語的な和服でいきます、あの新作を出す予定なので、その前はあのメイド物語みたいなものをやってましたが、今度は和服でやっていきます、縛られちゃったりかするんですよ。あ、縛られますよ、お仕置きで、まあ、ソフトな感じなので、そんなにきついものはやりません。やりたいけどね。OK、はい、じゃあこの3本目の評価をいただきましょう、はい、必ず、5本で知らせてください、はい、せーの、はい、あ、違えたお、ちょっと少なくなった、ちょっと、いいよ、うん、ちょっとね、きつさがやっぱり気になって、やっぱね、つまみ屋としてはね、つまみを選んじゃうんですよ。オールマイティーさんはないけど、でもガツッと行きたい、逆にうさばらしをしたい人系みたいなね、うん、そんな感じがします。お酒も飲みたいし、こってりしたものもガッと食らいたい、そういう人にはぜひぜひおすすめのお酒でございます。はい、なんかね、私はやっぱそのガツガツした系のは好きなので、このなんかそのスッとなんかストレートにこうガーってくる感じは
結構やっぱ好きなんだけど、なんかちょっと気持ち的には後にお酒感がすごく残る感じ、なんかこのなんかすごいなんか夏のみたいな感じで言ってたから、私はてっきりなんかすごいさっぱり好き行くやつだと思ってたから、そのテンションで行くにはちょっとこう夏うんっていう、なんかそのお水の美味しさ的なのはすごいあるんだけど、後から来るこのお酒の感じが結構思ったよりガツガツ来るかなっていう感じがしたかな。だから4、うん、はい、はい、すっきりして美味しかったんですけど、なんだろう、あ、いや、まあ、ガツンときたから4かなって感じだけど、なんか今日本当に全部今んとこ美味しい、うん、多分その今日は辛いよっていうことを言われてビビってたから美味しいってなるのかもしれないけど、美味しい全部今日、はい、って感じです。よい、なるほどね、はい、終わりました。じゃあタイトルコールで終わりましょう。はい。せーの。道玄坂カフェ2015、7月、日本酒オフ会。